どうも、ぽよんぽよんです。こんにちは。さあ、今回はどの駅でしょうか。はい、本日は武州長瀬駅でーす。さあ、来ました。なんだこれ。いや、なんだじゃないのよ。行っちゃおうかな、茶飯。茶飯行っちゃいます。すいません、茶飯じゃお一つお願いします。はい、あと、みたらし団子一つ。おいおいおいお願いします。はい、デザート。これは夜中はやってんのかな、居酒屋さん。残念ながらのシャッターの重さですね。こちらも居酒屋さんですね。居酒屋ばっか。この時間はやってないんだ。夜じゃないか。うん、夜もかかるじゃないですか、これ。そうですね、開くお店も多いでしょう。仕事で来てさ、飲んでさ、こんなのちょっと商店街で飲んでさ、はいはい、街の人たちと交流してさ、うん、スナックねえかな、スナック、ね、いや、あるでしょ、絶対。絶対ってことはないですよ。あ、でもスナックじゃないよ。でも多いね、本当に居酒屋は。みかんなんですよ。今みかんなんですよ。です。ありましたよ。あった。もうやってますね。もうやってる。歌ってますね。昼の部っていうのがあるんですね。12時から5時まで。お一人様1000円でフリードリンク、カラオケ歌い放題。めっちゃ安くないですか。安いですね。一週火曜日はですね、カラオケの祭典ということで、特典に応じて付けつくということで、渋いっすね。ここが、まあ、最後かな。何公園っていうんだろう。あ、でも広いよ。広い、かなり広い。なんだこれ。ヤンちゃんの散歩結構多いですね。あ、こちらでございます。松戸中央公園ですね。はい。あら、ゆずもあんの、もしかして。町の木ゆず。いや、これは町の木と花と鳥を紹介してるだけでしょ。なるほど。はい。目白なんですね。うん。で、ゆずあって町の花が効くということで、休憩スペースが、で、池とかもあるみたいですね。今ここですけど、憩いの場ですね。はい、あ、ちょっとあっちの方まで歩いてます。逃げちゃいました。疲れましたね。鳩に餌あげてるおばさんいないかも。まあ、町に一人はいると言われてる。あげちゃダメだっていうのにあげちゃうね。いけすかね。ほら、向こうのワンちゃんが反応してるんだよ、ずっと。いや、ワンちゃんはいいだろ。だからそれずっと見てる。反応してるワンちゃんと。今池をさ、こうやってなかったよ、池。いわばドッグランかな、このグルーと回ってる。いや、もうほんとそうだよ、これ。こいつは、あ、書いてるじゃん。100メートル、100メートルだね。おそらくあそこからスタートして、うん、100メートル。体を動かすことまで生きて散歩できるんで。危ない、おじさんよ。スズメスズメスズメっつって、これスズメっすよね。メジロじゃないですよね。さあ、これが中央公園でございます。ランキングは2位。来ましたあやですよね。1位スナックあや。これまたね、お
花見とかの時期になったらめっちゃいいでしょ。これが桜ですよ、ソメイヨシノ。詳しいですよね、ソメイヨシノに対して。だって毎年花見するじゃないですか。もう覚えるの、2日ぐらい。だからここやっぱ春先になったら皆さんここに花見あげてって感じかもしれないですね。ここで花見みんなするよ。これはもうするでしょう、絶好だもん。これが前久保中央公園でございます。おしゃれな公衆トイレに入ってまいりました。また歩いてたらなんか広場みたいありましたね。あるね。なんかところどころなんか広場みたいありますよね。そして見てください。はい、え、なんすか。あ、良さげなとこありましたね。いい匂いがしてるんですよ。はい、してる。チロルさん、チロルさん、ちょっと行ってみましょうか。行きましょうよ。すごい匂いする、ね、あれ全部売り切れてるあれ本当だ。2個しかない。あれ営業中ですよね。あります。あれもうない、ほぼないですか。ほぼないですか。あ、でもありました、コロネ。これ買おう、これ2個。コロネすごい大人気です。すぐ抜いたんですね。朝が早いから。あ、そうなんですね。無事に閉めますから。あ、じゃあもう最後の方だったんですね。あとハンバーガーしかないです。あ、本当だ。そうですね、早く来ないとやっぱ6時ぐらい、6時何年やるんですか。そうそう、ここでこの前が霞で買って、はい、トータル30年オーバーで、さあ、買ってきました。これ見てください、中にね、コアラのマーチのね、ほら、あ、本当だ、こっちも入ってるんです。珍しい、遊び心もあって、ね、ちょうどいい公園あるんで、公園でチョココロネ食べましょう。これよくやるんじゃない、小学生とかさ、パン買ってさ、はいはいはい、ここの公園食べるなんて。そうだね。それをだから30分おじさんがやるわけでしょ。そうです。もうリストラされた。ダメ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 、そういうことじゃないんだから。あ、ちょうどいいベンチあるわ。少し食べましょう。ねえ、リストラした人がやるように。いや、例えやめなさい。まあ、リストラされた人はあのチョココロネ選びません。そうだな。はい。チョココロネいただきます。ほら、コアラのマーチ入ってますからね。はい。コアラのマーチ。俺こっちからですけど。あ、そう、私こっちから。はい、いただきます。入ってます、入ってます。うん。あ、チョコうまくないこれ。うまい。終わり前際に買ったとは思えないぐらいの新鮮さあります。パンの状態がすごくいい。うん、ふわふわしてます。あ、めちゃめちゃ名店です。うん、おそらくめっちゃうまいっすよ。このパンがうまい。手作りですか。手作りのパン。うまいわ。多分この辺の方も買うでしょうし、ちょっと離れた方も買いに来てるんじゃないですかね。じゃあもう本当に食パンとかさ、ベーシックなパンが絶対人気なんだ。めちゃめちゃうまいんだろうね。多分食パンとかあるかわかんないですけど、クロワッサンとか、うん、うまそうだね。美味しそうだわ。フィンランド綺麗だし、かき氷だし。ご主人の耳めっちゃでかかったで、福耳で。見てた鳥とか、うん、チョコぎっしりだよ、最後まで。こぼれちゃうわ、こぼれちゃう、うん、真横、電車が、線路がありますね、真横に。大瀬線は何両でしょうか。見てなかったわ、今4両ぐらい。正解。あ、よかったよ。東京線何両か知ってます。あ、8両。うん、もっと多い、もっと多い、うん、10です。正解ってことです。正解って言ったからどっちかわかんないが、めちゃめちゃ美味しい、はい、ね、パンでございました。この辺でイベントとかあったらさ、はい、差し入れでチロルさんのパンをいいかも買って持ってるとかは最強だよね、はい、最強だと思います。超喜ばれると思います、はい、じゃあ行きましょう。あ、これ何ですか。
1位来ました。1位でしょ、どう考えても1位、めちゃめちゃ惜しい。あんだけ売れてんだもんだってバカ売れですよ、バカ売れ。買っていただければと思います。じゃあどうします、エンディング取りに行きましょうか。行きましょう。はい、というわけでいただきました、2と1でございます。素晴らしい。居酒屋さんが結構多いね、商店街で、まあ、スナックだったりとか、昼カラオケやったりとか、慕われてたよ、もう。いや、美声がね、届いてましたよ。なんだろう、ああいうところのさ、その通りでさ、スナックで聞こえてくる歌声ってさ、まあ下手だよね。なんだろう、なんだろう、ね、歌、うまっていう人いなくない？そういうもんなんじゃない？そういう風に聞こえるんじゃない？あとなんか、なんであの防音設備ちゃうかなって。そうそうそう。はい、なんとも、チロルさん、チロルさん、パンが美味しいですよ、抜群に美味しかった、も買っていただいて、もう公園でも食べていただいて、で犬を散歩していただければ最高最高、もう最高のプランになっておりますんでね。本気のさ、やつ見たいよね。我々がさ、ちょっとまあ、お子様向けのチロルチョコじゃねえや、チョココロネ、チョココロネ出来たての食パン、もう、そうご主人の右ストレートを食らいたいよねストレート相当うまいと思います。大人気なのだって。うん、うまいからね。中毒性があるから。都内の口コミでなんとなく、そうそうそう。一回ぐらい食おうかなんて集まったじゃなくて、もう中毒者が集まってるわけ。中毒者っていうのもあれですけど。このお客さん、はい、来てる姿見たいよね。もうみんな目血走ってんじゃん。パンをふわってふわってやった時もさ、このあれを想像してさ、もう血走ってる。いや違うよそれ。中毒が違うよ。それは違う中毒だよ。ユズのジャム片手に並んでんじゃん。いやあるけど。すぐ食べれるようにさ。カツラギユズ持ってないですけど、それは食べに来て。よし、長瀬イコールチロルさん、ちょっとパン買ってください。はい、言っても過言ではない。はい、朝6時からやってますよ。早い。ということでね。始発で間に合うかなぐらいですよ。もう電車もだから無理でしょ。無理だね。前乗りしても。前乗りで。泊まりでパンを待っていただければと思います。ぜひぜひ食べに来ていかがでしょうか。それではいつもの行きたいと思います。そうだ。埼玉、ありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。あと何駅ですか。あと半分くらいいったでしょ。あ、全部のこと言ってます、ね、まだまだあ、そう、まだまだ全然あるから。あ、そうですか。頑張ってます。